一応このテープは一般的ではありません。うん、そうそう実験的です。実験的なやつです結構きつめに巻いてるんですか。きつく巻いてる、うん、きつく巻いてる。でもともとやっぱ曲があるから曲げやすいんですかね。うん、やりやすい、うん、そう。もうちょっと太ってもいいかなって感じ、ね、これ小さくしたからね。やっぱり文人帳だとね、太らしちゃダメだけど、うん、このぐちっくって締めたから幹太ってもいいんじゃないかな、ね、これ。おはようございます。最近もう11月になってるんだけど、あったかくて汗かいちゃうな。汗かいちゃう。今日だってもう22度だから。やっぱりね、盆栽にはあんまり良くないわ。ああ、夏が長いと。葉っぱね、いつ葉っぱ取っていいか分かんないの、もみじ。はいはい。もみじとかね、カエデとか、うん。まだ青々してるからね。そうですね。で、あんまり早く取っちゃったら、また芽が出てきちゃうんだよね。はいはい。だから、もうそのまま掘ってやります、知恵。なるほど。で、松がね、少しずつ前々年の葉っぱが茶色くなって落ち始めてるから、うん、それは今やってます。はい。今日持ってきたのは、これは五葉松じゃないよね。黒じゃない。黒だ、これね。これ前、なんか針金かけたことがある。そうです。ビニールテープで、先生が巻いたやつ。曲げた。正面、正面決めるか。正面この辺なんですよね。で、ビニールテープでやったけど、結構大丈夫でしたね。うん、大丈夫。うん、夏場取んない方がいい。あ、夏外してたここで水蒸れてるところが、はい、水入ってるところ、うん、それが急に乾いてね、枯れる可能性あるから。なるほど。秋口とかその夏前がいいです。ゴム巻いたり、あれですね、ダクト用のビニールテープ。あれはね、エアコンの、エアコン の, 粘着ないやつですよね。粘着ない、そうそうそう、エアコン の, パイプ巻くやつですよ。はいはい。だ、これをもう一回針金かけるってことですよね、うん、こうなってるとこう横から見るとね、こっちが全然枝がないです、これ、うんうんうん、後ろ枝がなくなっちゃうんで、はい、正面を変える、こっちに、こっちにね。で、このここの間にちょっとこうちょこっとこう入れてくるような感じ、うん、あ、 こっちの方が曲がね、木の曲線が綺麗なんで、うん、いいと思います、これはね。ここ、ひねりを入れて、これちょっと中入れてくるか、ここに、うん、ちょっとかけてみて、はい、アルミ線かけます、はい、これ新発明、新発明これね、0.8mm なの。ああ、これこっから出せるんだ。ここからこう引き出す、これ絶対ね、蜘蛛の巣になるから、これずっと。ああ、こう引き出せ、内側から取って。これジップロックにこれつけたってことですか。文房具屋で売ってる、はい、パッチっつうなんか、うん、穴の開いたやつ、穴のとこ補強するやつ、はいはい、これ引っ張って、これ便利、うん、絡まないから。わー、これは皆さんいい情報。箱の中入れてもいいけどね、うん、この木は多分東樹園フェスで買った木だ、東樹園フェスで買った木だと思います。そう、東樹園フェス商業、東樹園フェス、分かんない、東樹園の、うん、フェス、フェス、うん、商業フェス、東樹園、東樹園、あ、当時のフェス、当時のフェス、うん、で買った木です。ああ、さらにそっと入れれば、この一番でかいやつなら、これ入るな。入りますか、これ。そうですよね、これ入れてみるか。やったー、で防災級ストアで絶賛販売中でございます。うん、5個で2000円かな、丸と四角、これ丸です。盆栽球って入ってんの、これ。盆栽球という希少性入れんの、これ。入ってます、見えねえな、こっち、これ、うん、これ何て書いてんだ、これ盆栽球、こう、ああ、球か、下に球が入ってんだ、はい、じゃあね、ちこ2ミリの針金かけます。はい、最近もうアルミ線ばっかり使ってるんでね、はい、導線の硬さを忘れました忘れちゃった途中から入れちゃうね。あ、そこからかけるんだ。なんか汗かいてしちゃうよ、これ。ね、熱いですね。あ、ちょうどいいや、前の針金の傷と反対に入ってくる。あ、本当ですか前の傷とまた同じとこやるとね、うん、木が傷んじゃうんで、ちょっと細かく描くときにする。はい、針金のピッチを細かくするのは、曲げる背中に針金が当たるようにするためです。ここか、あ、ちょっとね、先生、ちょっとこっちに起こすのどうかなと思って。
このぐらいがいいのかなって。このぐらいかな。立てる。あ、なるほどね。そうするともっとこれはこう倒れることがあるからな、ここか。ここに。また食い込むよ、これ。また食い込みますね。これ、こうでいいか。前持ってくるかい。ここが伸びちゃうから。つくかつかないかな。で、魚、裏返しになるな。一の枝はね。こう来て、これをこのまま返してくれてか。うん、うん、ちょっと細いのかけてみる。はい。二本目の針がね。それは何ミリですか。これ 1.5。1.5 ミリ。こう髪の毛になってんだ。そうです。髪の毛になったけど、これ外せないよね。ここね。そうですね。そこが頭じゃないですか、だって。うん。これいい出方してんだ、これ。ここ。ああ、一の枝。ああ。これだから2年前に買った木だと思うんですけど。2年前？あ、そうなの？なんか肌結構もう来てる。来だしてるっていうかね。なんかすごい高校だから、ここね。食い込みはね。ひねったこと、これね。だから結構多分2000円ぐらいで買った木ですけど、やっぱ自分で作ってねるとだんだん良くなってきますね。良くなってこれ足元だけどいいじゃない、これ。そうですよね。ほんとこんな曲がってなかったけど、うん、年数はかかるけど毎年作ってればいろいろ増えてくると思います、うん、ね。これ小さい木はさ、こうやってひっくり返すからいいよ、うん、そうですね。撮影は困りますけどね。急にいなくなっちゃうから。これ大変なんだよな、小さいから。これはもっとこうなるのか。下向いた枝どうしようって感じですね。この後が裏枝に難しいな、これ。これをこっちへ前に返してくるか。違います、細いのかけるか。なんか思い通りじゃないな、これ。あら、苦戦してます今。あ、後ろに流すんですか。なんか変なのっちたな。変なになっちゃった。起こした。全然形変わってる。うまくいきませんね。うん、トマトマメラという。いくかな。相談の末。またこれ食い込む、本当に。食い込みますね。でも今回しっくりきませんね。これがここに入れない方がいいか、うん、出しちゃう。これ入れてた。差し枝を上に上げて。しっくりこないな。まやっております。手こずってる。え、そこを切る。これ、どうぞ、うん、下の枝を切ります。ちょっとね、今回うまくいかなかった。手こずってください。これ取っちゃう。はい、ちょっと起こすんじゃないですか、うん、こんな感じか。植え付けで、うん、すげえなこれ。すげえなこれ。ああ、ここ網が一つで張ってるな、これ。ああ、網を中入れないで外で止めてるな、これ。ああ、いいじゃん、この鉢。ね。ちょっと、ちょっと起こして。このぐらいか。うん、ですね、ちょうど綺麗に鉢の形にチョコレートみたい。そっと下切るぐらいに姿勢を植えますか。こぼさないで入れるとこは。はいはい。砂入ってんだ、これね、うん、11月なので根はあんまり崩さず。ちょっとこのぐらいか。ちょっと起こす感じですかね。なんかしっくりこないな。今日はそういう日です。ごめんだね。ごめんだね。ごめんなさい。視聴者の皆様。
ちゃんと穴開いてんだこれ。そう、一個だけ。一個だけ開けてんだ。そう、小野さんがよくやる引っ掛け止めってやつ。一本入れて、根にかけて引っ張るみたいな。引っ張るんだ。それ用の。それ言ってみようか。もしくは、そこと鉢底の穴に2本入れて、止めてる。2ミリぐらい入るかな。2ミリ入るな、これな。2ミリ入ります。この鉢底の向かうとはん、ここは穴通して、これでいいかな。そう、刺さるのかな、その太さカチカチキュッと、これ、ラハル上からだね。そうですね、今、ただ入れてるだけだから、下にちょこっとゴロスチ入ってる。隙間、細かいの入れたいですね。でもこれちょっと入れるか、裏枝ね。ちょっと下向きの枝を入れるそうです。ちょっとうまくまとまらないなとこがそういう時もあります今日だ。撮影の直前に僕が渡してお願いしますって言ってるんで、そういう時もあります。ミキ筋はいいんだけどね、うん、ちょっと今日はね、うまくいかなかったかなかった。頭がこの辺に来ればもう大丈夫そうじゃないですか、うん、これがね、今これ一緒なんだよな。そうですね、でもここは狭すぎるから、うん、もっとこうするとか、うん、でこれ上がるか、ちょっともうちょっと起こしてるのかなっていう。まあ今回先生がちょっと納得いってないですけど今回はうまくいかなかった、うん、まあでもあのビニールテープで巻いて、うん、曲げたのは問題なくできたっていうこと。そう、ビニールテープってあれ結構効くんだよ。ギューって強く曲げるときギブスの代わりになるから、はいはい、あとゴムも巻くときあるけどね、うん、ビニールテープが20ぐらいで巻いてたよね。ここ食い込んでるじゃないですか、うん、ここすごい食い込んでるけど、こっち食い込んでないんですか。こっち食い込んでない。そう、だからそれもビニールテープで巻いてあったんだ。ここ巻いた跡があります。ここは巻いてないんだ。だからビニールテープあったとことないとこだと、うん、こんだけ差が出るんでやっといた方がいいのかなっていう。そう、ただ外すとき気をつければね。そうですね、根っこ、これ根上がりになってからまとまってきてる、これ、うんうん、くっついてきてるから。ここまで根っこ、うん、ね、多分これもっと離れてたんだと思う。ここ抜きやり。でも鉢ともいいじゃないですか、うん、これいい模様してるよ。いい模様してますよ、ね、これ一本になってもいいんじゃない。これこれだけで、これだけ、うん、だってこっちから見たらこれだけで囲まって感じ。確かに、ね、ここなくてこれ一本ね、うん、あ、それでももしこっち枯れちゃったらね、うん、見えますね。起こしてもよかったかなって感じだな。ね、それぐらいのがいいのかもしれない、ね、あまりかなりいじっちゃったから、うん、あまりいじんのやめましょう、まあ、今回こういう感じの回です、はい、これ鉢いいよ、これ鉢ね、うん、これ針金、ね、こう小さい商品の盆栽だとこれ止めるのがなかなか難しいけどね、はいはい、下から針金1本通してかかって押さえるのがここに、うん、これいいと思うよ。2ミリが入るから 1.5 ではちょっと頼りないかなっていう感じになって2ミリでこう押さえられるから、はい、この鉢は5個セットの四角2個と丸3つのセットで販売中なので、よろしければご購入ください。ちょっと培養にはいいと思う、これ。ちょっと今回はね、ちょっとあんまり、はい、決まんなかった。大きいのばっかりやってたから、ね、大きいのやりましょう。では先生、ありがとうございます。はい、どうも。はい、どうも。